皆さん、お元気ですか？市民リポーターの市村ひとみです。まだまだ寒い日もありますが、春を感じに外に出かけてみませんか？そこで今回はお出かけにぴったりの場所、南部丘陵公園をご紹介します。それじゃあチャンネル四日市スタート。丘公園行こうよ。わあ、なんか公園来るのって久しぶり。なんか楽しいなってくるわ。今日はお弁当も持ってきたし、準備万端でしょ。南部丘陵公園はここ文字通り四日市の南部にあります。道を挟んで北ゾーンと南ゾーンに分かれる大きな公園なんです。なんと四日市で一番大きな総合公園なんやって。こんな街中にこんな大きな公園があるなんてね、四日市の自慢やと思うわ。もちろん四日市市内にはたくさん公園があります。でもここ南部丘陵公園にしかないものがあるんやって。なんか知ってる？それは後でしっかりご紹介しますね。お楽しみに。最初は北ゾーンをご紹介しよっかな。北ゾーンには遊具がいっぱいありますよ。おばちゃんが遊ぶにはちょっと勇気がいるけど、たまには子供みたいに遊ぶのもええよね。ジャングルジムなんて何十年ぶりやろ。あ、ちょっと偉いかも。いや、入れるのか。ちょっと入った。よし、ちょっと待って。よいしょ。北ゾーンには広い芝生広場もあるよ。今日はおばちゃんバドミントンセットを持ってきました。これだけ広い芝生広場やから、キャッチボールとかフリスビーとか、家から道具を持ってきていろんなことができそうやね。あー、運動になったわ。公園まだまだ広いから、ちょっと散歩しながら行ってみようっと。わあ、こっちにも遊具ある。ええやん、行ってみよう。この遊具も遊びがいがありそうだね。南部丘陵公園にはこんな複合遊具がたくさんあるんですよ。聞いたところによると、市内の公園の中で遊具の数が一番多いらしいわ。勝ったわー。けどちょっときつかった。でも大丈夫、ここにはおばちゃんにも優しい遊具があるんです。それがこちら、その名も健康遊具。これは子供から大人まで遊び感覚で運動が楽しめるものなんやけど、特に中高齢者の人たちが自分のレベルに合わせて運動ができるようになってるんですって。この健康遊具、昨年の12月にできたばっかりなんです。これがあれば気兼ねなく健康づくりができますね。まずは懸垂パワー。このバーにぶら下がって腕や肩、背筋のストレッチができるんですって。あー、懸垂はできる。なんか伸びてるって感じ。いやー、なんか効くわ。次はこれ、足伸ばし。ポールを持ちながらステップに足を乗せると、
なるほど、柔軟運動ができるんやね。板の高さもいろいろあるから自分に合わせてできそうやわ。足腰伸びるわ。今度はこれ、アームストレッチャー。アームってことは腕のストレッチかな。これ自分で調節できるし、ええよなこれ。あー手が上がるって感じ。最後に上体ひねり、座りながらストレッチができますよ。どれもこれもリラックスしながらできそうやね。展望の小山という展望台からは北ゾーンの公園はもちろん伊勢湾や知多半島まで見渡せますよ。こんなところからこんな風景が楽しめるなんておばちゃん知らんかったわ。あーお腹空いた。じゃあお弁当を食べようっと。じゃあいただきます。いやお弁当、お弁当楽しいな。やっぱり外で食べるお弁当って最高やわ。そうそう、南部丘陵公園は四季折々の花や自然が楽しめるって知ってました？一番有名なのはやっぱり梅やね。この辺りは昔から梅林で有名なところやったそうです。今もその景観を守ろうと頑張っている団体があるんやって。この季節梅の花は公園のあっちこっちで見ることができますよ。5月になるとバラの花が見ごろ。四季の花園の中にはバラ園があっていろんな種類のバラが咲くんですよ。ボランティア団体の皆さんが丁寧に手入れをしてくれているからなんやね。6月は花菖蒲が見ごろですよ。これもボランティアの皆さんのお世話できれいに花を咲かせるんです。皆さん一度見に来てくださいね。春だけでも毎月いろんな花が楽しめそうやね。もちろん桜の花も咲きますよ。まだまだあります。北ゾーンにはアベマキやクヌギといったどんぐりができる木が植えられています。大きなどんぐりやから子どもたちが喜びそうやね。栗の木林もありますよ。この栗の実は近くの保育園や幼稚園の子どもたちが収穫できるようにボランティアの人たちが管理しているんです。せやから栗は勝手に取らないでくださいね。あーお腹も膨れたし自然もいっぱい楽しんだし、今度は南ゾーンに行こうかな。南部丘陵公園の北ゾーンから南ゾーンに行くには道路を渡るから気をつけてね。わあ、こっちには可愛い遊具がいっぱいある。ここはちびっこ広場。ブランコやシーソーなど小さい子どもたちでも遊べるような遊具がたくさんありますよ。さあ皆さん、お待たせしました。市内の公園でここにしかないものを見に行きましょう。ひょっ、ほらほら、あったあった。わかります？小動物園なんですよ。すごいでしょ。南部丘陵公園の小動物園には羊、ヤギ、ウサギ、モルモット、クジャクなどの動物がいるんですよ。かわいいな。動物って見ていて飽きやんよな。触れやんかな。そんな動物大好きな人のために朗報です。
毎週日曜日午後1時30分から2時30分までの1時間動物たちと触れ合えるんやって。触れ合える動物はウサギとモルモット。動物好きにはたまらない話でしょ。ぜひ遊びに来てくださいね。いやー、なんか嬉しくなってくるわ。かわいい。手を取れてるよ。かわいい。持ち上げてしまいました。はーい、出てきた。かわいい。あー、意外とウサギって重たいんですよ。でもすごいかわいい。毛並みもふっさふさ。もちろん南ゾーンにも自然がいっぱいです。どんぐりができる木がたくさん植えられていました。どんな種類があるかチェックしてみてくださいね。南ゾーンにも展望台があるんですよ。見て、また遊具がある。全部の遊具を制覇するの大変やわ。ほな行こう。忘れた。もう一回登ってこ。見晴らしの丘からは南ゾーンが一望できました。この場所もおすすめですよ。これは面白い。ほんまに開けへん公園やわ。南部丘陵公園はこれからの季節、いえ一年中遊べますよね。南部丘陵公園へは国道1号から県道宮島橋線を西に向かい、県立総合医療センターを通り過ぎると、やがて右手に北ゾーン、左手に南ゾーンがあります。駐車場はそれぞれのエリアを囲むように7箇所ありますよ。バスで来る人は近鉄四日市駅から県立総合医療センター行きに乗って、泊山小学校前で下車、または近鉄四日市駅から笹川テニス場行きに乗ってアニュレール三重前で下車してください。南部丘陵公園には県内はもちろん県外からも遊びに来る人がいるんやって。本当にみんなに自慢できる公園やね。市内にはたくさんの公園がありますが、たまには自分の家の近くの公園から足を伸ばして、自分の地区以外の公園に来てみるのもいいですよね。今回ご紹介する四日市の日本一は高校生によるロボット相撲です。四日市中央工業高等学校ロボット研究部は平成24年11月に開催された第19回高校生ロボット相撲全国大会で日本一に輝きました。なんとプログラムで動く自立型とコントローラーで動かすラジコン型の両部門で優勝したんですよ。ロボットのサイズは幅と奥行きが20cm以内、重さは3kg以内と決まっていて、直径 1.5 メートルの土俵上で相手ロボットを土俵の外へ押し出す競技です。ロボット研究部は事業の一環として相撲ロボットの製作に取り組んだのが始まりです。これをきっかけに同好会が発足し、現在のロボット研究部へと発展していきました。今年の目標は12月に開催される第25回全日本ロボット相撲全国大会で優勝することなんです。目標に向かってこれからも素晴らしいロボットを作っていってくださいね。
次回3月21日からのチャンネル四日市は四日市の農業をお送りします。皆さん見てくださいね。